どうも、パフォーマンストレーナーさんのすけです。今回、超特急さんのダンスダンスダンス、ダンスダンスダンスダンシング、ダンスプラクティス見たいと思います。これなんかメンバーが、こう、前回から結構新しいものからこう見てってるから、こう、今の形態になったのが去年からなのかな。まあ、ここにこうやって出てますね。まあ、僕はパフォーマンスを見る人なので、ちょっとまた、すげえ、オールナイト極楽湯サウナ。すげえの来てるな。それでは見たいと思います。名前等はね、少しずつ、もう少し慣れてから覚えていきたいと思います。それでは行きましょう。これ確かね、コメントにもあった気がするんだよな、リクエストみたいなので。ここはちょっとジャパニーズだね。K-POP はここら辺をもっとこう、プサッと。でもいろんなグループ見てますけど、ほんと、多分ね、運動神経いいんだと思う、このグループ、ほんとに。おお、いい動きしますね。いい動きする。顔で結構わかりますよね。どんだけこう力込めれることができるかっていう、動きを止めるとか重心安定させるとかってね。お、うまい。ごめんなさいね。今いるメンバーなのかちょっとね、なんとなくこの2人はいるような感じがするけど。細くない？めちゃ疲れてる。えい。お、すごい。いいバランスの取り方してる。えい。いい股関節の落とし方しますね。これいいっすね。これほんといい落とし方するわ。これぐらい綺麗なアライメント保ってやっぱ落とせた方がいいですよね。ちょっとこれラウンドバック。深い。すっごいメンバー変動するんだね。うえい。体動きますね、この子。うわ、リズム取りもすごく丁寧。これぐらいがでもなんか一番見やすいよね。結構クラシックな J アイドルって感じだね。センキープ。センキープ。いや、いいっすね。もうこれぜひ超特急ファンの方はね、ぜひこれいろいろ僕はこのチャンネルにいろんなメッセージを込めてるんですが、まずこのニーリングっていうこの膝をつくっていうことね、これは日常の中で絶対にしておかなきゃいけないことだと思ってます。で、何かっていうと、例えばこれ指がこういうふうに折れてますよね。それで膝がつくと。で、この状態ってもう社会的にないんですよ。ほとんどしなくなってきちゃうんです。で、足の指って硬くなってしまうと、結局その床に行く行為がどんどんできなくなってってしまうっていうのと、あと大体の今40オーバーの人たちって膝を床につくと痛いっつうんですよね。だからもう皮膚の組織まで硬くなっちゃってるので、床に設置すると痛みを覚えちゃうんですよ。で、これがなぜいけないかってことを考えたら、緊急事態の時に体が動かないんですよね。
倒れる、怪我をするとか、日常の路上で転ぶとか、皮膚の組織が硬くなるってことは関節が動かなくなってしまうので、いわゆる骨が動かなくなっちゃうんですよね。で、皆さん皮膚の硬さってあまり考えたことないかもしれないですけども、皮膚とかもう全部そうですけど、ボヨ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 ンってこう弾力性があるんですよね。脂肪の弾力性は硬いです。だからつねって痛いところって脂肪です。皮膚とか皮っていうのはつねっても痛くない、どんだけつねっても痛くないんで。で、筋肉とか皮膚とかね、しっかりこう水分が満たってると、衝撃が入ってもこれ逃げるんですね、ボヨーンって。そう。で、脂肪とかだと確かにクッションにはなるんですけども、致命的な切るとかってカットしてしまった場合の、やっぱり治りがすごく悪いです。だからやっぱり人間って余計なものはできるだけつけない方がいいし、関節がやっぱ脆くなる一番の原因は、やっぱり重くなることなんです。そう。で、体重が重くなるってことは、余分な栄養素が入りすぎてるからこそ、やっぱり我々の細胞もやっぱりこう、なんていうのかな、いいようにこう作られないというかね。そう。だから、フロアの動きとかって結構重要で、だから僕はトレーニング処方するときは必ず、ニータッチ、膝が必ず床につくっていうところまで落としてもらってます。これ人間としての行動がやっぱできないと、こう覚えておいた方がいいです。社会的には今人間が行動することじゃなくて、IT に合わせて生きてるの分かりますよね。こう、スクリーンの前に立って稼ぐ。ね。人間が行動して稼ぐっていうことは、例えば投げる。例えば、投げるのもそうだし、あと振り回す。で、歩く。これは石器時代じゃないけども、狩りをしてた時代にやってた行為です。そういった行為をしなくなるってことは、しなくなってるわけじゃないですか。だからこそ、今って機械に向かって動くっていう、機械に動かされてるような状態なんですよ。正直こうやってスマホパってこうやって普通に僕も見ますよ。見まくっちゃうんだけど、いつも見まくりながら、あ、こいつらに支配されてるなと思うんですが、まあそれはそれで今の時代だからいいと思うんですけども、でもやっぱり失っていくものってたくさんあるんで、で、覚えておいてください。人間はまだ、座っている、止まっているっていう体の構造には適合されていないので、病気になるんです。悲しいことに。心臓と足がこんだけ離れてるからね、循環させなきゃいけないんですよ。で、機械的に循環してくれるわけじゃないんですよ。循環してくれるよ。だけども、心臓がバク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 一人で頑張って血を巡らせてるわけですよ。ってことは、皆さんも早い段階でリモートでずっと座ってるとか、動かない習慣があるってことは、もう早い段階で心臓だけに圧がかかってるので、多分早く心臓や血管の病気になるんじゃないかって言われてます。だから、循環系、心臓が動く。そしたら下から重力かかってますからね。下から上に帰ってくる何かが欲しいわけです。それが下半身の筋群ですよ。筋肉が動くことによって血管がこう刺激されるので、だから血が返ってくる。これミルキングアクションって言いますけども、そう、プールに入ったからミルキングとか言わないでくださいね。人間は陸の動物なんで。だからね、そう、だから下半身は、膝がつける状態にする。股関節をこういうふうに、割れ足で下ろしても脊柱のアライメントがきれいにキープできるっていう能力だけはしっかり、持っておくことが重要です。脱線しました。足首柔らけー。ダンスうまいっすよね、単純に。普通に。反力の使い方うまいし。この子もいた気がする。えい。このね、バンズって踊りづらいんだよね、僕も。なんか懐かしいサウンドだね。K-POP ばかり聴いてるからね。おい、いい股関節、いい動きするな、本当に。おい、
極楽湯。おお。おお。いやー、いいっすね。うまい。うまいっていうか、こんだけダイナミックに、遠心的な能力使えてる。いやー、いい感じですね。つった、つつつ、うぅ、いい動きする。いやー、いいっすね。この肩関節の可動域見て。今の若い子でいねえんだよな、この可動域持つ子。手が上がりません。勘弁してくれっつって。皆さん一回手上げてみてくださいね。こうやってね、両手上げてみて、この耳の後ろに上腕二頭筋がつかないとかっていう状況になってたら、これ大変ですからね。こうやって手組めなくなってんのね。まあ女性だったら、まあこのチャンネル見てる人女性がほとんどだから大丈夫だと思うんだけど、大変だからね、ほんまに。ここの組織、まあ手が上がらないって、ここの組織が全部硬くなってるっていうのもあるし、まあなだこだいあるんですけど、まあ、さっき言ったように社会的に手を上げなくていいんですよ。ただね、覚えておいてほしい、人間の構造上、ここの部分ってめちゃくちゃいろんな筋肉が密集してるわけですよ。はい。はい、僕はもう脱毛してますから。そう。あれ、この人脇毛ないみたいなふうに思われるかもしれないですけど、そう、今頑張って全身やってます。痛いよな。そう、ちょっと話ずれちゃったけど、そうだからね、手が上がん、僕は過去に何人も、何人、一人かな、一人完全なるフローズンショルダーっていうの見たことあるんですけど、もう皮膚の組織がひっついちゃって手上がんなくなっちゃうんですね。どういう医療処置を受けるのかわからないですけども、多分手術だと思うんですけどね。運動療法では多分もう治らないです。ほんと覚えておいて、手が上がらないってどれだけ大変なことか。洗濯、まず着るものを着れないし、私生活に支障があるところの騒ぎじゃないし、あとね、倒れた時に手つけないんですよ。これね、30代40代でなるんでね、本当に。僕はこの時だけは脅威煽っとく。本当に。運動とかじゃないから。動かすか動かさないから。皆さんがジムでやることは運動っていうかもしれないけど、正直社会的に考えたらリハビリです。本当に。今は運動っていう運動は多分できないと思う。一般の人たちは。最大心拍数8、僕の感覚では最大心拍数80以上で、ね。220、まあ一応この計算式ももうないんだけど、一応超とても古い、多分皆さんが健康の学校に出た時に、その計算式ね、こんなもうな、もう僕らの世界では関係ないって言われてんだよ。本当に最大心拍数のこの計算方法ね、関係ないって言われてるんですよ。アメリカとかでも関係ないってほとんど言われてるんですけども、一応テストで出てくるもんね。ちょっとアメリカのその教会のあれはよくわかんないですけど、まだ日本のこう教科書見たら220から年齢を引いてかけるパーセンテージ、そう、だからそこの心拍数にヒットさせながら約30分ぐらいだね。僕の中でよく20分とかね、高強度インターバルトレーニング20分とか、僕は少ないと思う、あの一般の人は。だから僕とかだったら最大心拍数90以上で20分やるんだったら全然いいんだけど、いいと思うんですけど、それが多分運動っていう値よ。60、70でこうペーってやるのは、これは運動ではないと思うんだよね。そう。だから、リハビリした方がいい。Rehab。心臓を動かす、血管を動かす、関節を動かす、血液に血流を促す。ね。細胞を循環させるというか、細胞を活性化するっていう行為ね。やってくださいね。だからもう、推しの真似してればどうにかなると思います。ダンスはいいですよね。バウンドしてるから本当に一番いい感じの弾力性ができるから。でもダンスだけじゃダメっていうのもあるけどね。5人は見やすいね。
この2人がなんかすごかったですね。はい。ちょっと今日も無駄なお話たくさんありましたが、またいい動画があったら紹介してください。